グランガスコン・サントン・ジョアは、フランス原産のセント・ハウンド犬種の一つである。作出者名にちなんで、バイリデイド・ハウンドとも呼ばれる。グランガスコン・サントン・ジョア1840年代に、サントン・ジョア・ハウンドという犬種が絶滅の危機に、貧していた。その犬種はかつては高期で優秀な狼猟犬として、著名であったが、フランス革命の戦果で、多くの犬が死亡し、 やむを得ず近親交配が頻繁に行われたことにより検出が大きく低下してしまっていた。これを復活させ、狼以外の獲物も狩れるように改良を加える目的で作られたのがグランガスコンサントンジョアである。本種の作出者、カライオンラ、トゥール男爵がサントンジョアハウンドの最後の生き残りたちを全て引き取り、男爵の友人がブリードしていた。 グランブルードがスコーニを掛け合わせて遺伝子プールの閉塞を改善し能力の向上を行い、仕上げにアリエージョアの血を加えて、微調整が行われ、完成した。主に狼やイノシシ、鹿などの大型獣を狩るのに用いられた。小規模なパックで獲物の匂いを追跡し、発見すると自ら仕留めた。先祖であるサントンジョアハウンドとは異なり狼以外の獲物を狩る。 こともできるため、狼の頭数が減少して、近量となった後も、良犬として生き残ることができた。しかし、20世紀終盤になると、飼料の重要性が薄れ、かつて数百パックあったパックの数は、フランス中で10パックしかなくなるほど、大幅に頭数が減少した。だが、近年の愛犬ブームで本種の良さが見直され、フランス国内で人気が再来した。とはいえ、 フランス国外では極めて珍しい犬種で、ほとんど国外では飼育されていない。今日も多くは実業犬として飼育され、ペットとして飼育されているものは珍しい。ショードッ毒としても人気がある。筋肉質で引き締まった体つきをしている。実料タイプの犬はより筋肉質で、骨太である。頭部は小さめで、首は短く足は長い。頭頂部は突出していて、マズルは短めで太く。 ストップは浅い。胸は広めで、力は、とても強い。走るのも速く、全力で走る際には、躍動的で伸びやかなギャロップを見せると言われる。耳は前方についた長めの垂れ耳、尾は、先細りで、飾り毛のない垂れを。コートは、滑らかなスムースコートで、毛色はベースが、ホワイトで、それに、ブラックのブーチとティッキング、および目の上に、タンのマーキングが入ったもの。 頭部にもブラックのマーキングが入る。体高はオス65から7 2トルで、メス62から6 7トル。体重は雌雄ともに30から3 2ラムの大型犬。性格は知的で愛情深く、従順である。ただし、元が喫水の猟犬であるため、独立心と狩猟本能が旺盛な猟犬気質も持っている。 主人が適切にしつけを行えば両犬機質の抑制が可能で家庭犬としても迎え入れられる。吠え声も大きくよく響く。主人家族に対しては友好的だが見知らぬ人や犬に対しては強い警戒心を抱く。状況判断力は高い。運動量は非常に多く、かかりやすい病気は大型犬にありがちな股関節形成不全などがある。ありがとうございます。